こんにちは、アキピデです。今回はですね、僕の現役時の東大入試の点数についてお話ししていこうと思います。センターと二次試験の点数ですね。それでは早速見ていきましょう。センターがこっちですね。平成27年度アキピデ殿って書いてあります。世界史95、地理83と、国語170、英語180、理科が87、94と79というわけです。これ確か合計したら788点でした。で、前回の動画にも言ったんですけど、僕の浪人時のセンターの点数っていうのは806点でした。現役時落ちちゃったんですけど、1年かけてたった18点しか上がってなかったっていう事実を見ると、自分の能力的にも結構これが限界数値だったって感じですね、現役時を。まあ生物基礎はもうちょっと取れてもいいし、 2B ももうちょっと取れてよかったなっていう所感はありますね。英語も180じゃなくて本当は満点くらい取ってもいいレベルでしたね。それでは次ね、こちら現役時に受けた東大入試の結果ですね。センターの点数は788点でしたよと。それを換算すると 96.3111 になりますよと。で、点数配分はこんな感じです。で、本当は浪人時の点数配分を見せたいんですけど、ちょっとそれを紛失してしまいまして、実家にあるはずなんですけど、まあ、捨ててないので多分、まあ、おずと見つかるので、見つかった時にまた説明しようかなと思います。では国語44、外国語、英語ですね、英語57、数学27、世界史32、地理35と、全部で195というわけです。で、191.3111。この結果を見たら分かる通り、253点からはまあ60点くらい上がってるので、現役時の時はこっからまだまだキャパがあったっていう感じですね。また1年頑張れば60点分努力が入るよっていうキャパがあった状態です。まあでもそれが11月時点ではもう入りきった。まあ確かこの年が結構最低点が低くて、単純な比較ができないんですけど、まあ一応参考程度に、最低点が310点。そう、この310点が結構東大史上めちゃめちゃ低い点数だったんで。で、ランク、不合格者にはランクが渡されますと。この B っていうのは、不合格した人から何番目の順位にいますかっていう順位ですね。文科3類が467か3だったんですけど、そっから数えて、まあ200人以上も大差ついて負けちゃいましたよってことですね。はい、以上がね、僕の現役時の入試結果です。これで現役時と浪人時のセンター試験の結果と二次試験の結果を公表したわけなんですけれども、まあこれがちょっと皆さんの受験の参考になればと思います。こんな感じで、センターはもう伸びしろが全然なかったよ、二次試験は伸びしろあったけど11月時点ではもう全然なかったよっていうことがちょっとお分かりいただけたのかと思います。二次試験は全然やってこなかったから、二次試験中心の大学だったらもしかしたら俺爆発的に上がるんじゃないかっていう希望も全然ありだと思います。ありっていうか、もう可能性としてはめちゃくちゃあると思います。逆にセンターをめちゃめちゃ対策してきたんだったら、多分浪人してもそんな感じで18点くらいしか伸びないだろうっていう計算もできますよね。まあこんな感じで僕の受験結果を参考に、これからの受験プランを組み立てていただけたらと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。